こんばんは。なんかちょっと今日光すごい？前に出るとか。こんばんは。お鍋。こんばんは。いらっしゃい。芳根が囲みます。こんばんは。第3回目。芳根京子が囲むか。なんかすごいね、今日光。ここあったら平気かな。平気だね。本日もやります。先週の反省からもうちょっとこう静かにっていうか、あの落ち着いてできるものにします。なんかすごい本当光、今日ちょっと前髪切ったかガタガタ、背伸びたって、背伸びたかな、この期間ね、伸びたかもしれない。今度確認してみます。今日は発表します。さあ鏡文字、今日も書けるでしょうか。今日結構鏡文字のレベル高いよ。あ、間違えた、早速間違えた。ちょっと待って。あー、むずい。あー、これめっちゃむ。難しい。待って。いけてる気がするけど、全部ひらがなで書く。こうだからこう、あ、間違えた。こうだから、ぼってめっちゃくちゃ難しいよ。こうだか、右だから左を、すつく、あ、く、普通に書いちゃった。ちょっと待って、さあ待って、く、多分私これ普通に書いてると思う。く、く、これ合って、あの裏返すとくだけ合ってる、合ってるよな、これ。ここで空かけたのに、初めて空かけたのに。はい、今日は黒いシワシワの原液を作る回です。皆さん、黒いシワシワの原液思い浮かびますか？ちょっと待って、空直した方がいいかな。ご愛嬌でいいですかね。読めるかな。わかるわかる、大丈夫って、信じますね。これをまた貼っとこう、この辺ね。読める？ちょっとちっちゃいね。そう、合ってますね。皆さん合ってます、合ってます。それそれそれ、カタカナ3文字、あ、2文字とつなぐやつ。さっ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 さ、正解。お、作ってみようのコーナーです。作ってみたかったんです。で、材料を買ってたの、やろうと思ってたの。だからここでやっちゃえと思って。句が逆打てぞ、ご愛嬌でやってみますか。初めてやります、私も。だから、あ、そう、北海道のやつじゃないんですよ。北海道の、ね、方はね、黒いシワシワの原液って言ったら多分違うの想像するかなって思うんですけど、ちょっとね、そっちじゃない。私も好きですよ、それも。そう、作れるのって私も思ったけど、これ完全にネットで調べたやつなので、それ通りにね、
やっていく。私どこやったっけな、作り方。え、ほんと、あった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 、これや、これこれこれ、よし、やってみます。ぜひ皆さんもちょっとなんていうの、材料があんまり見たことないものが結構多いから、ぜひ手に入ったらやってみてくださいね。よし、行ってみよう。まず黒砂糖を鍋に入れていいの？鍋に入れるわ。鍋に入れます。ん、楽しみね。美味しいといいな。黒砂糖を 500g、 これ300、あー、いい香りする。黒砂糖っていい香りしますよね。これで、おお、結構なんかなんかなんか、あの土みたいなんか学校の校庭みたい。これ500って結構な量。鍋のサイズ間違えたかな。もうちょっと大きい方が良かったかもしれない。がしょうがない、そんなこと言って。これね、500使いたくて、これ300、だから200プラスで入れないといけないんですけども、はかりがないので目分量でいこう。待って、これ500でしょ。100、200、嘘、100、200、こんなもんじゃない？行ってみよう。あ、大変。おお、こんなもんかな。これさ、後でちょっと味にして、あ、でもこんなもん、もうちょっとかな。目分量、こんなもんじゃない？いいとこじゃないですか。これに、これにお水を 500ml。 わー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 、結構な量。ちなみにこれ30人分。誰と飲むんだっていうね。家族で頑張って楽しく飲みますよ。全部シナモン、第1回目のあれで出てきた、この会議の時に出てきたシナモンスティック、いい香り。これを2本入れます。で、バニラビーンズを1/2本。バニラビーンズ入れてさ、シフォンケーキ焼くの好きなんだよね。あー、本当にいい香りがする。ちょっときつかった。これを直近して半分、こんなもんでしょ、ね、せーの。これは明日シフォンケーキ作ろう。戻すんで、クローブ、初めて聞いたんだけど、クローブって。クローブホールというものを買ってみました。待って、これ待って、 3g だって。 15g、 サブロ18、355 5分の1入れればいいんだ。 OK、 分かった。ちょっと待って、後でお手紙も書くから待ってね。でもさ、あ、待って、きつかった。ちょっとなんかその匂いがした気がしたの。違った。でもなんかちょっとわかるかもしれない、ここ、これからあれができるって。こんなもんじゃない？ 3g、 いやー、もうちょっとかな。いやー、これで考えるといったかな。もうちょっと入れよう。お家でもこんな感じです。測らない、あんまり。ほい。で、次、カルダモンシード。はい。カルダモンシードとか、私もこれも初めて聞きました。これも 2g。
これも 15g 入ってるから7分の1。あっ、爽やかな匂いがする。なんか分かる気がする。このこれらが合わさってそれになりますって言われても、なんかあ、そうですかって感じ。え、それで200残らないといけないの？200残る？300残る？200使ったってこと？違う。100。それで100使って？それ100しか使ってないよってこと？嘘！なんで分かったんですか？重さ？これ測ったら何グラムか分かる能力をお持ちですか？あ、そうなの？え、やっぱりそうか。ちょっと今お砂糖が少なかったんじゃないか説が浮上中です。どうします？足した方がいいと思います？それとも後から入れます？どう思います？すごい甘いの作って後悔するのと、ちょっと薄いな足してみようかなってやるのと、でもついに気づいたってあるから少ないんだ。やっぱ入れよう。え、100しか入れてないってこと？私なんでみんな分かるの？何が起きてるの今？え、みんな何が起きてるの？なんでみんな足した方がいいって、なんでみんな、何が見た目嘘。え、私待って、これ何が起きてんだっけ。あ、200入れんのかピンときたそうだね、500入れるってことは何が起きてんだ今。500入れるんでしょ、でこれ300でしょ、で300一袋入れたでしょ、今350ぐらいしか入ってないよってこと。400ぐらい、あ、3分の2入れないといけないんだ。オッケー。そうか、足すありがとう皆さん。私これ家で一人でやってたら、じゃあ重さ控えめの子なんか言いそめてしばしばできたなって思ってた。こんなもん、もっとかな、こんなもん、もっとかな、もうちょっと、こんなもん、こんなもんかね。ね、これでちょっと様子を見よう。はい、これで全部入れました。入れたね、入れた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 。火をかけます、火をつけます、火にかけます。それで、なんか沸騰するまで置くんですって。蓋しとこうかな、ちょっとなんか強火でここでやると怖いから、若干の弱め、中火ぐらい、強火でいいか。で、待ちます。なんで今日電気があれなんだろう。あ、それさっきこの前と違うのかな。え、クローブの次って私入れた？2g ね。あ、こんなもん、こんなもんじゃない？ちょっと混ぜよう。そこにお砂糖がさ溜まってる。これもうちょっとあれかな、画角もう多分私あんまり立たないから、画角さもうちょっとあれした方がいいかな、カメラの。どう思います？皆さん、待って、いい香りがするよ。
見て、見える？なんかすごい魔女になった気分。魔女になった気分だよ、私。こんな感じ。ちょっとさ、ちょっと待って、これさ、ここに置くと怖いじゃん。ちょっとさ、カメラもうちょっとあれした方がいい？これレモン、いい香りがするよ。これ置いとく、外に。でさ、蓋しとくね、一回。ありがとう、助かりました。一人で作ってたらいろんなことが足りなかった。ってきっと美味しくないとか文句言ってんだよ。最低や、最低。おい、よしね、魔女になる。黒い服だしね。なんか昔はスキニーとかすごい嫌だったんです、ピチってしてるの。もう履くようになりました。なんか自分が大人になったなっていう瞬間の一つかもしれない。ピタッとしたパンツを履く。こんにちは。魔女感半端ないってね。私ももうまずは測りを準備さえしようね。そうね。でも測り別にさ、膨らむとかさなかったらいいやって思っちゃう。ダメかな、そんな大雑把じゃ。どうする、もうお手紙書いちゃいます。今日いっぱい書こうかなと思って。まだ始まって17分なんだけど、書いちゃう。踊ろうだって、ラジオ体操する、みんなで。15分17分。手紙書く？誰にって、皆さんに。書いちゃおうか。書いちゃおうってあるから。あ、待って、ちょっと待って、こちらに現場の芳根さん。はい、こちらに。なんだかあれが変化があったようです。待って、これさ、匂いがほど遠いんですけど。なるのこれ。だってもうこの時点で完成見えてるようなもんよ。ちょっとまあグツグツしてみましょう。現場の芳根さん、はーい、現場の芳根です。じゃあ手紙書こう。あ、そう、レモンは後です。なんかグツグツしたら入れます。嫌な予感があって。やめて、そんなこと言わないで。今日パンダはおね、おいない。バイクの音、安全運転で。手紙書こう。さてさて、ではでは、あ、先週のお手紙を、発送した方とまだちょっとあの今から送る方もいるので、来たよって方も来てないよって方も、来たよって方も来てないよって方も、何、来てないよ、来たよって方は読んでてください。来てないよって方はちょっと待っててください。合ってる？何作ってるんですかって、皆さん今日の授業はこちら、黒いシワシワの原液を作るクマ逆です。ここ気をつけてください、テストに出ます。違う違う、お手紙書くんだって。あ、ちょっと待って、現場の吉田さん、はーい。なんかいっぱいあわあわになってきてます。お砂糖は溶けました。黒砂糖はどれくらい煮詰めるかと言いますと、私にも分かりません。とりあえず沸騰するまで煮詰めて飲んでみよっか。とりあえずね、黒いシワシワの原液、黒いシワシワ
ほら、あるでしょ、夏に飲みたくなるさ、お酒で割っても美味しいやつだよ。さて、ではお手紙書きます。今回もたくさんありがとうございます。とはいえあれなんです、今週の投稿だけじゃなくて先週の投稿とかも引っ張ってますので、いくよ、始めるよ、始めます。まず1つ目、デレン、セナさん、セナさんからです、ありがとうございます。キョンちゃんの横顔がたまらなく好きです。キョンちゃんは自分の好きなところありますか？チャームポイントはどこですか？待って待って、現場でシュレさん、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、おお、これもんじゃよりバタつくじゃん。これ蓋開けとこう、怖いわ、あかんわ、これこぼれてます、こぼれた。やっぱさ、一個のことにさ集中した方がいいんだ、わかった、オッケー、ちょっと待って、ここね、あっちよ、わー、これ一回止めようかな、一回止めてさ拭こうかな、あれだわ、ちょっと待って、ごめんなさいね、これで、あ、これで拭いて平気かな、これで拭いてみよう、重たい、見てプルプルしてる、平気かな、あ、すごい汚れちゃった、うん、怪我だけはしない、皆さんの前で怪我はなんてしたら怒られちゃう、皆さんに。ちょっと待って、え、どうしようか、ちょっとこれで、ちょっと待って、今のだけやりたい、今やりたいから、はい、弱火で、蓋開けとくんでちゃんと見張っときます。はい、せなさんからです、ありがとうございます。横顔がたまらなく好きです、だって嬉しい、横顔どう、自分の好きなところありますか、ちゃんポイントはどこですかってことで、私の、自慢はここが、この後頭部、頭の形が綺麗って言われます。これもね、実はうちの祖母が私が赤ちゃんの時にいっぱい転がしてくれたんです。なんかずっと寝てるとそこがへこんじゃうって思って、コロコロって転がしてくれて、いろんなところで寝かせてくれて、ですごいなんか後頭部をね、メイクさんとかに綺麗だねって言われることが多くて、重ねの時にウィッグを作るにあたって、なんて言うんだろう、上頭からね、肩を取るためにブワーって流すの、なんて言うの、なんかね、あるんですよ、肩取りが。それの時もすっごい頭綺麗ですって言っていただけて、すっごい嬉しかったの。だから後頭部ポニーテールした時とか見てみてください。嬉しい、頭の形綺麗って、おばあちゃんに感謝です。右肩、鍋、沸騰したから一回止める、ちょっと待って、ここさ、ちょっとキレキレしてからセナさんにお手紙書くね。どうしよう、一回ちょっとこれさ出してみようかな、ちょっとさ、全部じゃなくて、あ、違う、レモン、どうなんだろう、一応書いてある通りだとこれでいいらしいんです。もうどうする、レモン入れてみようかな、じゃあね、オッケー、じゃあレモンを大さじ1杯、なんかさ、もっと入れたくなっちゃうね。レモン大好き、これさ大さじ1杯輪切りにしてきたから、これ絞ろうかな、
ベッティで手拭いたよ。待って、あレモン攻撃された、レモンに。これ少ないかな、ちょっとさ、レモンのこのさ果肉入れていい気がする。私入ったかな、入った、あっち、あ、私傷があるかもしれ、あ、傷がある、痛い、死にる、傷があることに気づいた。何で、なんか紙で切ったみたいな傷がある。私さ、レモン絞るとさ絶対には嗅いじゃうの。なんか手を洗うまでご飯屋さんとかで唐揚げのさ、あのレモン絞ったりするとさ、なんかこうやってこうやって匂うからずっと嗅いじゃう。洗っちゃうより痛っ、洗うまでずっと匂い嗅いでる。こんなもんかな、レモンなんかもうちょっと欲しいかな、もうちょっといるかな、ちょっと少ない気がする。輪切りごと入れてく気持ちも私もあるんですが、ちょっとあのコップに入れたいなと思って、ちょっと待ってて。よし、やってみたけど、いやちょっと待って、ちょっとね、匂いはほど遠いんですけど、これ薄めたら変わるかな。やれやれってある、ごめんなさい、ちょっと飲んでみます。アイス食ったら血出てきたってある、大丈夫ですか、あれして絆創膏を貼って消毒して。ねえそうだね、ひっくり返しそうで怖いって、私もそう思う。こっちにしとくね。じゃあちょっとだけの試飲してみようかな。なんかさ手ふやけた、レモンでふやけたよ。よいしょー、氷水にちょっとだけやってみる、まずお試しで。待って、30杯分どれぐらいで薄めんだこれ。まあやってみよう、やってみよう。どんぐらい、多いかな、これで1杯じゃ多いかな、もうちょっと少ないかな。現役っていうとさ、なんか少ないか、こんなもんかな。まあ、でもちょっと死因だから、ちょっとこんなもん、死因だからもうちょっと減らそう。こんな感じで氷水で冷やす。皆さん今日何食べてます？え、それが氷水にって、本当セーフ。もうなんかこんな服着てきちゃった。ありがとう皆さん教えてくれて。お手紙待って、ちょっとこれだいぶ冷えた、ちょっと待って汚しちゃうから、これあ、これ冷やしたら何書こうか。じゃあおうちで冷やしとくね。でさ、これここさ、ちゃんとちゃんと拭いてさ。よし、しめさんにお手紙書こう。今日もパンダ、パンダ、パンダです。あ、ペンあった。これお手紙どうしようかね、見て。あ、最悪だよね、レモンお手紙つけて送ったら。ちょっと待って、いきます。
チャームポイントは、チャームポイントは、後頭部です。あれ？これでハッシュタグ書いてたよね、私。よしね。今日が囲む回。おい。書いた。うん。メッセージ、お名前とメッセージとハッシュタグとサイン。OK。で、しかも油性ペン。だから、はい、擦れません。え、待って。なんかゴミ入っちゃった。ちょっと待って。あ、取れた。OK。お送りします。お待ちください。ほい。で、ちょっと待って、コーラ飲んでみようか。やっぱバタバタすんな。これ結構時間が私、やばいか。急ぐ。コーラを飲んでみよう。待って、本当に今日の服失敗、向いてないコーラに。あ、間違えた。黒のシワシワに。そう、なんかさ、入れてみちゃえ。でもさ、現役のイメージってこれぐらいですよね。言っちゃった。現役ってこれぐらいのイメージじゃない？で、あ、ありがとうございます。まず、え、まず氷？待って、これさ、あ、あるある。おう、2個ぐらいにしとこう。お腹痛くなっちゃうから。これブシューってなったら面白いね。おう、なんなかった。見た目、あ、まあ、でも黒い液体に炭酸水入れたらそりゃそうか。見た目はもうなんかすごいさあ、なんかさ、右手がプルプルしてるんだけど、今日。あれ、なんかさ、こんなもん。ちょっと待って、混ぜてみよう。したらピン。これ紙のストローね。エコストローね。これでさ、どうかな、これでさ、ここにさ、レモン入れるの。はい、どう、できた、完成。飲んでみます。黒いシワシワの原液を炭酸で割った、膝振った割ったやつ、いくで。なんだろう、多分皆さんが知ってる黒いシワシワの原液ではない。でも美味しい。これさ、え、待って待って、めっちゃ時間がない。もうちょっとさ、入れて煮たいんだけど、いいかな。もうちょっと今までのやつを入れて煮るの、どうだろう。時間ないか。美味しいよ。あ、こちら魔法のラム。ちょっとだけお酒だけど、ちょっと香り付けに入れてみようかな。なんかこれ入れたら、もしなんか微妙でもいいんじゃないかなって。うん、ラム、ちょっとだけ。変でない？変でないか？待って、本当に今日はお手紙も書きたいし、なんならもう一個やりたいことあるの。
間に合わなくないか。待って待って、おいしい。でも知ってるやつではない。今ここにね、ここに皆さんが知ってる本物の黒いシュワシュワがあるんです。これちょっと飲んでみる。全然違うでもどっちも美味しい。なんかね、優しい味がします。これはあ、いいと思う。これいいと思う。飲みながらやろう。できました。黒いシュワシュワの原液を作って炭酸で割ったやつ、あの飲み物完成。美味しいね、ラム最強説めっちゃ美味しい。これいい。ラムってなんか世界を救うんだな。よし、お手紙書こう。本当に今週も成功ですわ。あ、先週のもんじゃ前本当に自分で食べましたよ。次ちょっとテンポよく行こうね。次いきます。美穂さんありがとうございます。私がきょんちゃんを応援するようになって5年と3ヶ月が経ちました。嬉しい。きょんちゃんに出会えて本当に幸せです。最近はあまり休みがないくらいたくさんの作品が決まっていて、正直心配なところもあるんですけど、いつも背中を押してもらっているし、私の心の支えです。ありがとうございます。いつもこれからもずっと感謝を伝え続けなければと思っています。いつもありがとうございます。今回も素敵な企画を考えてくれたきょんちゃんにもスタッフさんにも感謝してもしきれません。これからもずっときょんちゃんが大好きで私の尊敬する人です。ありがとうございます。嬉しい。いつもありがとうございます。届いた。ありがとう。お手紙書くね、みほさん。コーラ飲みながらやる。でもお手紙汚さないように書くのと飲むのはちゃんと分ける。みほさん、無言になっちゃう。あれ、え、なんか普通の文章になっちゃうのやだな。うん、よしね。が囲む。はい、 OK。 ありがとうございます、みほさん。ねえ、また言った黒いシワシワのいや、ほんとにさ、なんだろう、すぐ忘れちゃうんだね。でも言った記憶がない。無意識って怖いね。ありがとうございます。次、急げ。しょうごさん、しょうごさんありがとうございます。きょんちゃんの素敵な笑顔に元気もらってます。私は4月から社会人として働いています。仕事で辛いことや落ち込んでしまうこともあるかと思いますが、どうやって切り替えていますか。よかったらエールも欲しいですとのことです。そうね、やっぱり仕事はもちろん私も楽しいけど、もちろん辛いこともあるし、落ち込むこともあるし、反省することもあるし、嫌だけど後悔することもあるけど、それで成長できるからなって思ってますので、本当に辛い時はちゃんと言葉に出してほしいなって思うけど、みんなで頑張りましょう、一緒にね。お手紙書く。私の言葉なんかでご覧になるかあれだけど、あれ、パンダさん、あた、パンダ、なんかさ、皆さんがさ、あのさ、
手紙書くときにさ、その方におめでとうございますって言ってくださってるのがなんかあったかいね。なんかおめでとうなのかな、私はなんかおめでとうっていう立場ではないけど、なんかそういう風に嬉しい。翔吾さん、ひらがなですね。あ、なんか翔吾さん、よしね、京子が囲む会。一緒に頑張ろうね。そう、左右反転されてますってあるけど、ちょっとこれはあのお手紙だから、あの届いた方がね、ちゃんとあの鏡にこうやってやんなくても見えるように普通の文字で書きますよ。はい、ありがとうございます。まだいけるかな、いくよ、どんどんいくよ。あ、これすごい嬉しかったんだ。きょんちゃんこんにちは。前回のインスタライブを祖母と一緒に見ました。最近ずっと体調悪かったのに、かわいいかわいいとずっと言って見てる間だけは元気になっていました。単純ほら、もんじゃ焼きも子供の頃おやつに食べていたという話を楽しそうにしてくれました。そんな祖母は93歳で手足が震えて文字も書けないし、うまく歩くこともできません。そんな中、きょんちゃんがお手紙書いてる姿を見て、祖母もきょんちゃんにお手紙書きたいと言い出しました。普段手が震えて書けないから字を書かないと断固と言っていたのに、珍しくそう言ってきて、結局練習しようと裏紙にこの一言だけ書いたら限界だと言ってダウンしちゃいました。ちゃんとお手紙かけたら、やっぱりきょんちゃんにお伝えしようかと思っていたけど、それはきっとそれはやっぱり難しそうで、こんな下書きを送るのもどうかと思いましたが、10年以上ぶりに書いた祖母の文字が嬉しくて、きょんちゃんのおかげで祖母が文字を書いたことに意義があると思い、これだけでも祖母の思いを伝えたいと思い送ります。祖母のためにお手紙もらえたら嬉しいけど、そうでなくても何よりきょんちゃんの目に留まり、祖母の頑張りや思いが伝わればそれだけで嬉しいです。こんな高齢者のファンもいて応援してるんだよってことだけでも伝わって活力になってくれるといいなと思っています。なんだか文章が下手でごめんなさい、長々とすみません。でも伝わるといいな。ペンネームは祖母の名前みーたんでお願いできると嬉しいです。また土曜日楽しみに、これからも祖母と共に応援しています。そう、ちょっとこれ泣きそうになる、嬉しくてね。え、私もおばあちゃん子だからさ、それでね、いや本当にすっごい嬉しかったの。こうやってね、見せていいかな、こうやって書いてくださってすっごい嬉しかった、ありがとうございます。ありがとうございます。お手紙書く、やばい、あれペンどこ行った？ねえねえ、ペン、あ、あったあった、パンダさんに書きます。みーたんさん、ありがとうございます。みーたん、伸ばし、みーたんさん、
しいね。どこが囲む。はい、ありがとうございます。嬉しいな。見てくれてるかな。あ、やばい、急ごう急ごうって私か。お送りします。お待ちください。トゥリこっからべっぴんさんシリーズみたいな感じで、べっぴんさんのことをね書いてくださる方ももちろんたくさんいらっしゃって嬉しいんです。のでお手紙、手書きのメッセージを書いてくださっていました。でもそれは私が受け取っていいかな。私が受け取りますので、下のメッセージだけ読ませてもらいますね。よしねちゃんが、のえさん、ありがとうございます。よしねちゃんがお手紙をはがきで書いていたのを見て、私もべっぴんさんのはがきでよしねちゃんの大好きなところを書きました。吉田京子囲む会のタグを見ていると、たくさんの人が吉根ちゃん愛を投稿していて、見ていて楽しいし嬉しくなる素敵なタグだなと思います。この間のインスタライブで一旦無理させてくださいって気持ちも言葉も吉根ちゃんらしいなって思いました。大切に思ってくれる気持ち本当に嬉しいです。ちゃんと伝わっています。だから私もたくさん吉根ちゃんを笑顔にできるように頑張ります。質問です。私は吉根ちゃんの家族のエピソードが大好きなのですが、最近あった面白い話があればぜひ聞かせてください。ありがとうございます。私もこのタグ見るの大好き、嬉しいです。ありがとうございます最近の面白いエピソードはね、ついにお母さんが自分でこうやって髪を切った朝起きたらあれと思って、なんか違うと思ってじーっと見てたら、お母さんが私の方見た。わかるって言ったの。いや、なんか丸っこいなとは思った。やっぱすくのは難しかったから、とりあえず長くなったところを切ったらしくて、なんか丸っこくなってましたこうやって切ったんだって。しかもなんかその洗面所に行く1分前までは髪を切ろうなんて思ってなかったって言ってましたなんかふわーって洗面所のところ行って、髪鏡で見て切ろうって思って切ったらしくて本当やばいです、うちのお母さん。本当に見ててね楽しくなりますでその後おばあちゃんがそれ見て、で私も切ってほしいって言ってて、お母さんに、あんた言われてるよって言われたんだけど、いや私じゃないと思うって言ったら、お母さんがおばあちゃんの髪をこうやって切ってました仲良しのえさん、すっごいさ、文字がどんどん、めっちゃ急いでるから汚いな、ごめんなさいね。読める字ではあるかな。できました。あー、もうあと10分しかないよ、急げ。本当にまだもう一個やりたいことあるんだけど、まだ読みたいことがもういっぱいあるの。次これね、ひよりさん、ありがとうございます。ぴょんちゃんはじめまして。私は田舎に住む女子高生で、名前はひよりと言います。私は朝ドラのべっぴんさんでぴょんちゃんのことを知りました。まだ小学生だった私ですが、こんな可愛い女優さんがいるんだと一瞬で好きになりました。一目惚れってやつですね。その時からぴょんちゃんの出るテレビやドラマなどはほとんど見ています。今回はこんなに素敵な企画を考えてくださったことを本当に感謝しています。ずっとずっと大好きなぴょんちゃんに私の思いが届く機会はもう来ないかもしれないと思い投稿しました。今回は Mr.Children さんの光のアトリエという曲で動画を作りました。この曲はべっぴんさんの主題歌で、私の大好きな曲です。動画作り初心者なのでつながりが不自然だったり他の部分もありますが、初心者なりに頑張って作りました。私のお気に入りのきょんちゃんの写真と一緒に、私の思いを
詰め込みました。ぜひキャンちゃんに見てほしいです。長くなってすいません。これからもキャンちゃんのことを応援していきます。体調を崩したり無理しないように頑張ってください。ずっとずっと大好きです。キャンちゃんに届け、ということで、ありがとうございます。届いた、ありがとうございます。でも全部届いてますよ、全部見てる。どう、嬉しかったから動画作ってくださったのすごい嬉しかったです。のでお返しのお手紙を書きます。嬉しいな、小学生だったのね。ね、嬉しい。ひよりさん、時間の計算ミス。はい、ひよりさんありがとうございます。ゆうみこさんありがとうございます。猫そがれのインタビューに、朝ドラの撮影が終わった20歳の誕生日に、ああ死んでもいいんだと心底ほっとしたと書いてあるのを読んで衝撃を受けました。きょんちゃんが朝ドラのヒロインを演じた年齢と私は今同じ年齢です。同じ年齢になった今だからこそ、その言葉が重く深く私の胸に刺さりました。私は今まで人生で一度ももう死んでもいいんだと思えるほど何かをやり遂げた経験がありません。だからそんなきょんちゃんのことを心から尊敬しています。憧れています。私もきょんちゃんのように真のある人間になりたいと強く思いました。いつも応援、いつも勇気をくれてありがとう。ずっとずっと応援しています。ありがとうございます。死んでもいいんだって思えることはいいことではないと思うやっぱり、うん、あの時は本当に責任感で潰れそうだっただなって、今私もねこの言葉、その猫そがりを読み返してないなってすごい思ったんですけど、ちょっと読み返そうかな今日帰ったら。でもうん、そうね、それぐらいのことを19歳から20歳でやり遂げられたっていうことはめちゃくちゃ嬉しい、すごくいい経験になったなってすごく思う。でもすごく楽しかったから死ねないって思ってただってすごい幸せなことだから。だからうーん、人生で一度も死んでもいいんだって思えるほど何かやり遂げた経験がありませんって言ってるけど、全然その感覚は人それぞれだと思うからね、楽しくハッピーに人生を生きれたらいいなって思います。のでもう今日さ、やりたいことさ飛ばすわ、来週にちょっとお手紙読むので、ちょっとあと5分だから、ちょっと待って待って、お手紙書くよ。これ来週やること発表した方がいいかな。いや今日やろうと思ってたこと。ゆうみこさん、19歳なのかな、20歳なのかな、ゆみこさん。
って。わかった。よしね。京子が。囲む。はい。あと4分もう一個読もう、もう一個行こう。ありがとうございます。ラストかな、これが。おい、行きます。もこもこさん、ありがとうございます。京子ちゃんのために一生懸命作りました。刺繍やったことなくて、やり方も曖昧だし、べっぴんさんで作ったのと全然違うけど、京子ちゃんに伝わればいいなと思います。私は高校3年生で進路にいろいろ悩んでるけど、京子ちゃんを見るたびに頑張ろうと思います。これからも応援しています。大好きです。ありがとうございます。見て、べっぴんさんの刺繍を作ってくれました。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。書くよ、お手紙。あ、おいしいおいしい。もう久々に飲んで、今喉渇いたからすっごいおいしかった。もこもこさん、汚くてごめんなさい。よし、ってことで来週は、ありがとうございます、いっぱい。今日はこんな感じで8通読めたかな。なので送りますね。こんな感じで、べっぴんさんシリーズが続いたので、本当はこの後お裁縫したかったんです。ここででね、持ってきたのお裁縫セット。これ私が朝ドラ中にファミキャン作ったポーチ、手縫いでね、チクチクね、撮影の合間にね、だからちょっとボコボコしてるんですけど、これで、これを広げてお裁縫したかったんです。でも来週にします、時間になっちゃったから。だからもし皆さんお裁縫道具があれば、来週一緒にお裁縫しましょう。何作るかはもう自由で。だから来週もう食べ物も用意するでも来週最後だから、ちゃんとやりきりますよ。食べ物も用意するし、お裁縫もする。もう全部やる。絶対やる。お手紙も書く。絶対やる。お手紙また書きますから、また投稿お待ちしておりますね。ハッシュタグつけて。こっちのコメント読もう。全力宣言そう、全力宣言。あと何十秒とかかな。来週で最後ですよ。最後までお付き合いありがとうございました。あ、時間になっちゃった。では皆様ありがとうございました。あ、そう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 、このインスタライブ終了後にダイレクトメッセージ、今の8名の方にはお送りしますので、この前載せたんだけど、わかるかな。ツイッターはスタッフツイッターで、インスタの方もう一回載せた方がいいかな。これからここからダイレクトメッセージ送りますって載せるので、そこから来たダイレクトメッセージに住所とか送ってもらえたらなと思いますので、お送りしますので少しお待ちください。皆さん今日もありがとうございました。楽しかったね。また来週最後だから、たくさん感謝を伝えられますように。本当にありがとうございました。また来週楽しみにしてます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、皆さんありがとう。おやすみ、ゆっくり寝てね。また明日日曜日かな、日曜日だよね。明日お休みかな、お仕事かな。皆さん頑張ってね。じゃあさようなら皆様、また1週間後に会いましょうね。バイバイ。やめるよ、切るよ。さようならね。
バイ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 ありがとうございました。また来